毎度、徹子です。半導体不足で、世界中の自動車メーカーが生産台数を伸ばせない中、トヨタは逆に生産台数を伸ばしています。これに韓国が騒然となっています。ニュースの詳細、トヨタ自動車の1、3月期の純利益が前年同期比で倍以上も増えた。東日本大震災以降、部品サプライチェーンを大幅に改善し、ライバル企業と比較して半導体不足の影響が少なかったという分析が出ている。半導体不足が深刻だった今年1、3月期にトヨタは前年同期比 2.4 倍の7771億円の純益を出した。2020会計年度、2020年4月から2021年3月の全体純益の 35% が1、3月期に集中した。トヨタと自動車販売1位を競うフォルクスワーゲンの同期の純益は3771億円だった。昨年1、3月期の両社の純益は4000億円前後で似た水準だった。市場調査会社マークラインズによると、新型コロナ感染拡大直前の昨年1月の生産規模を100とする場合、今年3月のトヨタの月間生産規模は118だった。フォルクスワーゲンは113、GM は103で、半導体不足の打撃はトヨタが最も小さかったということだ。トヨタはジャストインタイム、看板方式など在庫を最大限減らすことで費用を抑える戦略を使用してきた。看板方式は、必要な部品を生産ラインの看板に書いて貼れば、部品会社がその度に供給する在庫管理システムを言う。在庫戦略を修正したきっかけは、2011年に発生した東日本大震災だった。半導体の供給遅延で生産に支障が生じると、トヨタは作業効率がやや落ちても工場の正常稼働を重視する方向に在庫戦略を改善した。革新部品は非常時にもいつでも確保できる程度にまで在庫を増やすことを部品供給会社に要請した。このおかげでトヨタは半導体不足が生じた時期に4ヶ月分の在庫を確保していたという。半導体など電子装備の確保が自動車企業の重要な課題に浮上すると、トヨタは2次3次部品会社を含む全サプライチェーンの在庫現況をリアルタイムで把握できるシステムを構築することにした。トヨタの関係者は、運送中の部品の数量まで把握が可能だと説明した。とのことです。いい感じ。半導体不足で世界中が困っている状況なのに、業績を2倍にするなんてすごいですね。これ以外にも、固形電池自動車の開発や人工光合成の開発成功など、目覚ましい活躍です。リチウムイオン電池を利用した韓国の車は、5分充電で100キロしか走れないんだけど、トヨタの固形電池自動車は10分充電で500キロも走行可能なんです。人工光合成は自然界の光合成効率よりもいいとのこと。水と CO2 で酸素と水素の両方が作れて、エネルギー問題も CO2 問題も解決できるという可能性を秘めているんです。韓国は自分たちの車の方がすごいと思い込んでいて、ことあるたびにトヨタを超えたとか、なんとか騒ぎます。トヨタが現役となれば、不買運動の成果とか声高々に主張できたんだけど、トヨタの生産体制があまりに完璧すぎて風の根も出ないという感じで悔しがっているんじゃないかな。世界自動車販売台数1位のトヨタを相手に不買を仕掛けるというのは、ただの自己満足で、何のダメージも与えていません。それに韓国市場がなくなっても、他で稼げばいいだけです。ちなみに、トヨタの2020年の決算は、総売上27兆2145億円、対前年同期比マイナス 8.9%、営業利益2兆1977億円、対前年同期比マイナス 8.4%、当期純利益2兆2823億円、対前年同期比プラス 8.1% となっています。コロナ禍によって売上が下がり、その分営業利益も減少していますが、純利益は逆に増えています。時期には、総売上30兆円、営業利益2兆5000億円、当期純利益2兆3000億円を見込んでいます。各社が半導体不足で苦しんでいるので、今期は売上が一気に上がりそうですね。世界最大手と呼ばれ、トヨタと競争しているドイツのフォルクスワーゲンと比較しても、
2021年1から3月の当期純利益は倍以上の開きがあるんです。2011年に起こった東日本大震災の時に部品供給で苦しんだ経験を生かして在庫管理をさらにパワーアップさせた結果は壮絶な威力を発揮しているみたいですね。ついでに韓国の現代自動車の決算も見てみました。2020年現代自動車の決算は総売上103兆9980億ウォン、約10兆878億円、営業利益2兆3950億ウォン、約2323億円、当期純利益1兆9250億ウォン、約1867億円となっています。現代自動車の総売上はトヨタの 37.1% なのですが、営業利益、当期純利益もその比率で小さくなると思いきや、営業利益 10.6%、当期純利益 8.2% と比較にならないほど金額が小さくなっているんです。これは現代自動車の利益構造がトヨタと比較してはるかに脆弱だということを意味しています。たまに国別シェアでトヨタに勝ったとか騒いでいますが、トヨタと現代自動車ではそもそも勝負にならないってことです。こちらが韓国の反応です。失敗を通じてシステムを点検し改善することは並大抵のことではないが、トヨタは世界一の企業じゃない。歴史を学ぶということはこういうことなんです。しかし我が国は歴史を感情で学ぶ。歴史を学ぶということは過去の出来事から現在どのように行動し、未来にどのように備えなければならないかを習得することだ。歴史を忘れた民族に未来はない。需要予測に成功したようだ。中途半端に仕事をするのではなく、学ぶべきことは学んで仕事をしよう。経済をよく知らない私の立場では、下請け業者に在庫物量の確保を強要しているように見えます。もちろんそれに伴うアドバンテージはきっと提供しているはずだ。その保管費用は長期的にそのまま下請け業者が負担することになるからです。災害対策用の安全在庫という概念が面白いですね。見習うべきだと思います。金儲けや自国民を大事にしない現代車よりはマシだ。一言で言うと、また元通りに部品在庫を積む方式にしたってことだよね。トヨタ車はエンジンの音がとてつもなく大きいから嫌いです。韓国製品の不買をしている日本人は韓国車を1台も買わない。日本は嫌いだが、トヨタの生産方式は素晴らしい。半導体が必要だと思って4ヶ月分の在庫を確保しておいたというだけです。ただ半導体在庫を十分に確保していただけの話です。それにしてもデザインがすごく古臭い。以上が国民の反応です。トヨタのような会社規模で高度な柔軟性で臨機応変に対応できるというのは本当にすごいなって思います。あ、半導体とかコロナとか関係なくストライキをしている国には在庫管理など無縁な話ですね。最後まで見てくれてありがとうございます。